ラーメン餃子リオ。これがキングチャーマヨだ。尻尾からうますぎ献身。カレーラーメン麺は細麺だな。うまい。ジリッパジリッパ、うん、ラーメン餃子リオ、うん、いいよ、うん、メニュー数が多いな。キングチャーマヨだ。なんだこれは。うん、こ度は気になるものが多いので久しぶりに選んでみるか。うん、頼む。焼き飯。ご飯持ってきますね。めちゃくちゃ頼んでしまった。厨房が今大変なことになった、うん、せっかくなので温かいうちにいただこう。うむ、ここで一旦体楽そう茶じゃ。体楽そう茶in ニューヨークじゃ。体楽そう茶をご購入いただいた皆様、心より感謝申し上げる。ここアメリカの地でも体楽そう茶を楽しんでもらうため普及活動をさせていただくぞ。そして引き続き体楽そう茶の売り上げの一部を支援しているペットの保護施設に寄付させていただきます。拙者のように好きなものを好きなだけ食べたい、食べることが大好きな方におすすめじゃ。うまい。体楽そう茶も引き続きよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。グビグビゆかん。ああ、ヤミ。ほんとこの香水焼き飯、ガーリック茶。はい。ガチューン。お金はお金よりも大切なものを守るためにあるんだよ。うまい。おお、この男の香水がガツンと効いておる、うん、拙者めちゃくちゃむくんでおるな。しっとりパラパラ、食べるのが早いか、拙者が食べるのが早いか勝負じゃな。うわ、塗ってみる。なんだこれは。キングチャーマヨなんです。これがキングチャーマヨだ。でかい、うん、うん、よし、男の香水焼き飯で寝起きの腹に気合が入った。うん、まいる。キングチャーマヨ丼、これを反撃の講師に押してまいる。唐揚げにエビフライ、そして下にはチャーマヨ丼ということはチャーシューが入っておるのか。よし、頼む。ではエビフライからいただこう。はい、尻尾から。あっつっ。では飯の方に行くか。このタレが染みた米がうまそうだな。またあ
うますぎ剣心。うまい。うん。香ばしい甘辛いタレ。それにやはりマヨネーズのこのコクと。たまらんな。うん。育ち盛りの若者にはたまらん一品だな。うん。君はり場所おー本玉がすごいな。量もやはりキングなだけ多い。キングの名は伊達ではないな。し、うん、て唐揚げ。唐揚げももう見るからにジューシーそうじゃ。焼きそう。見た目は塩風じゃが、味はいかに海苔といくか。おお、この湯気。うん。醤油味だ。最初塩味かとばかり思っておったが、うまい。豚肉にエビ。うん。良いな。中華丼も行っておくか。激辛中華丼。いきなりこの段階で激辛を言って拙者の口は大丈夫か。バス真ん中から攻める。うずらも乗っけておこう。絶対熱いっすよ。おお、もう熱さと辛さで拙者やばいかもしれんが、行く。はい。ついておるが、そこまでではない。拙者の戦闘力が高すぎるゆえかもしれんが、うん、うまい。これは中華丼だが、薄く卵が上にかかっておるな。天津飯のように。おお、なるほど。なので少しまろやかな。これはうまい。ついた。おお。すいません、てっちゃんラーメンです。てっちゃんラーメン。はい。牛もつを入った、はい、ラーメンです。うむ。やばい。どんどん来る。じゃあ麺をいただこう。麺は細麺だな。うん。和歌山ラーメンはこのタイプの麺が多い気がする。うん、拙者和歌山ラーメン食べてないけどな。はい。
うん、うまい。スパイシーなカレーにチーズのまろやかさがプラスされて良いな。めちゃくちゃ熱い。よく絡むので。そしてカツ、チーズカツカレーラーメンのカツ。おー、チーズもたっぷりのとる。はい、うん、うまい。これとライスがあればカツカレーと両方楽しめそうじゃん。チャーマヨ丼、うん、追い込まれておるから。中華焼きそば、大人気だし、なのでこれは勧められるがままに頼んでみた。よし、まずはスープ。よし、おお、下の方から。よし、はい、うん、てっちゃんの旨味がめちゃくちゃ出てる。うまい。うん、だがあっさり食べられる。何麺、やはり麺はこの和歌山の和歌山ラーメンっぽい麺だろう。てっちゃん、うん、これも油がのっておる。鍋の締めでラーメンを食べてる。もつ鍋の締めのラーメンを食べてる、食べておるかのような。神神やないかい。落ちる。キャベツにニラ、もやし、もつ鍋じゃな。よし、ついに奥義を使うか。卵、このスープの熱で若干火の入った卵、うまいだろう。おう、黄身割り。卵、うん、これは卵をいっぱい絡めていきたいな。これはもう言うまでもない。それにしても後ろの満島ひかり殿、良い笑顔をしておる。うむ、マリマリゆかん、汗がやばい。コセウを使っていくか。絶対合うじゃろ。カレーラーメン、スパイシーカレーラーメン、さらにスパイシーの。よし、うん、もつの方にも少し使っておくか。いい。おっ、カツ。ズルパズルパ、うん、うまい。米が欲しくなる。
ついてきたな。よし、お待たせしました。バカのせラーメンです。バカのせラーメン、追いついたと思ったらまたすぐ来よるな。やはり漁師町だからか、スタミナの粒メニューが多いな。全部なかなかがっつりしておる。やはり海の男はパワーがいるんじゃな。ここ那智勝浦町は漁師町、漁をするには相当なパワーを必要とするんじゃろうな。知らんけど、セラーメン、バカが乗っておるのか。いや違う、バカみたいに具材がいっぱい乗っておるということだ。スープ、バターがない方から行こう。見た目は醤油じゃん。うん、醤油じゃん。うまい。麺、麺はもうやはりこれ細いタイプの麺じゃない。卵のビジュアルがたまらん。トロトロじゃ。うん、うまい。もともとのスープはあっさりしておるが、このバターや男の香水までおる。男の香水を混ぜればどんどん味が変化していくということじゃな。なるほど、わかん。隠れておるが、このチャーシューがまたうまそうなんだ。うまい。弾力があり、肉を食べているという感じになるな。このトロトロ卵をフライトップにすると、たんうまいじゃん。よっ、崩す。あなたが水を好きなら、あなたはすでに私の 72% を好きってこと、うん、これで出す、はい、ありがとうございます。ラスボスが届いておる。よし、食べ終えた。でラスト衝撃から味噌ラーメン。確かに色が赤いな。マグマのごとし見た目。先ほどの激辛中華丼が拙者にはそこまでだったのでいけるであろう。辛い。なんか辛うまだな。確かに先ほどよりか辛いが、全然うまい。ただこれは徐々に効いてきそうな感じのタイプじゃない。
うん、うまい。豆板醤の香りは感じるな。他は分からん。唐辛子と豆板醤の分かるな。そしてこれはすするのを気をつければむせてしまうかもしれない。チャーシューも先ほどと同じ肩ロースじゃな。これがまた弾力がありうまい。徐々にやはり効いてきよったな。口の中少し痛くなってきよった。じわじわと辛さが蓄積されるこの感じ、いいねこの感じ。マリマリゆかんジェレパジェレパ。うん、実にうまかった。リオ